こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。今日は業務連絡が多いです。業務連絡、森様、うん、そうですね、こちら、はい、ジームスさんですね。修理箇所は3つ。1つは、フィンガーチップレース、指先ひもですね、これも終わりました。それから、この指カバーが裂けちゃったのでっていうことで、できる範囲でっていうことでこう縫い込みまして、どうですか、こんな感じでできる範囲で頑張ってみました。はい、ちょっと狭くなりますけど、なんとか使えそうです。はい、それから3点目、これヘベヘベなので、ほにゃほにゃね、ほにゃほにゃ、くたくた、グリスを入れたいと、で状態確認したいということですので、ちょっとこうお見せしようか。よいしょ、今スカスカ、こんな感じです。でグリスを入れてシャキーンとねしていこうかなと考えております。これから作業をスタート。はい、じゃあ入れていきますね。で、針の状態を、ま、今日は確認できないけども、明日また確認して、お見せできたらと思うんだけど、あんまりいっぺんに入れるのはたくさんの指は公式ですからね。よいしょ、奥の方までがっつり、あ、ちょっとだけ残ってるか、そんなことないな、こんなもん。じゃあスカスカだからやりやすいんだけど、奥からね、デレン、お、いったかな、奥をまず詰めて、よいしょ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 、ちょっと指の間ぐらいまたぐらいね、どこかで、よいしょよいしょ。ジムスさんももうボロボロになってるけど、皮はやっぱり良さそうですね。よいしょよいしょ、冷めないと入れとかないかな。これでだいたい入れた量も確認していただけると思うんですけど、ちょっと多めに入れてます。くたびれてますからね。よいしょ、よいしょよいしょ、おおお、こんな感じ、いいですか、押しただけ、こう伸ばして伸ばして、あー、なるほど、うん、ここちょっと出てきてますからね、この奥まで入ってますね。あんまり出てきても困るけど、でもそれくらい入れておくと太いやつ、
感じのポケットじゃないか。はい、そうしましたら一晩寝かしてまた様子をね見たいと思いますね。はい、どうでしたか。一通りね多めに入れましたので明日のお楽しみということですね。それでは皆さんさようなら。はい。